はい、どうも加藤です。今日は iPhone で動画を撮るときのファイル形式について解説していきます。最近ここに照明を置くようにしてるんですが、これ実は息子が使ってなかったディスクライトなんですよね。ニトリで買ったディスクライトをちょっと一旦照明にして後ろから照らすようにしてます。今日のお話、ちょっとパソコンが苦手とか、機械系が苦手な方は何を言ってるんだというお話になるかもしれないんですが、一つ操作をするだけでずっと使いやすくなるので、ぜひ覚えてください。それではいきます。はい、それでは早速いきますね。まず設定から入っていきます。設定から入っていって、でまずはカメラアプリを、開きます。そうするとこのような画面になりますね。でこういう画面になったら、一番上のフォーマットというところがありますよね。ここを触ると、ここで高効率か互換性優先というのが出てきます。これ何のことかというと、下に書いてある通り、高効率は、これ HEIF と言います。HEIF および、HEVC フォーマットで撮影録画しますと出てます。これどういうことかというと、HEIF と HEVC フォーマットというのは Apple 独自の圧縮ファイルなんですよ。で、これ Apple 独自の圧縮ファイルなんで、あんまりこう互換性がないんですよね。なのでこのファイル形式で保存した写真とか動画が他のパソコンとかで開けないとか、うまく転送できないとか、そういう現象が起こりがちです。で、これちょっと使いにくいんですよね。例えば iPhone だけでプライベートで写真を見るだけだったらこっちでもいいと思うんですが、動画編集される方はちょっと互換性に欠けるので、互換性優先の方の JPEG H264 を使用しますの方をおすすめします。で、上の高効率の方は、ストレージを消費しないというメリットは確かにあります。ここに書いてある通り、ここのビデオ撮影のところですね。ビデオ撮影のところに1分間のビデオのサイズはのところで、 720p HD30fps のところが 45MB になってますよね。で、ここがこれで互換性を優先にしてビデオ撮影をタップすると、これが60メガになる、45から60メガになるので、15メガバイトぐらい、この場合は節約できるんですよ。でもこれだけの15メガバイトの節約をして互換性を切り離すのかといったら、互換性優先した方がいいです。互換性がないと HEIF とか HEVC ファイルを JPEG や H264 のファイルに変換するという一手間が増えてしまいます。で、この一手間結構めんどくさいんで、最初から互換性優先の方がおすすめです。なので、フォーマットをタップしておいて、この互換性優先ですね、ここをタップするようにしてください。特に動画編集されている方は、ここをタップして、互換性を優先にしておいてください。で、これで、ビデオ撮影をタップして、画質 と、フレームレートを選んでいってください。ちょっと難しい横文字が出てきたんですが、要は、動画編集される方は高効率よりも互換性優先の方がおすすめですよというお話です。これたまに自分もなんでこれ再生されないのかなという場面があったんで、これが原因でしたね。このフォーマットの高効率にしてたんで、今まで自分も。なので、これ互換性に優先にすれば、解決していた問題だったと思います。はい、それではこの動画はこれで以上になります。この動画が役に立ったと思った方は高評価をお願いします。またご質問ご感想、動画のリクエストがある方はぜひコメント欄からコメントをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。